サーブ 9000CS サーブ9000は、スウェーデンの自動車会社サーブが1984年から1998年にかけて製造、販売していた乗用車である。同社の再編後も自動車メーカー、サーブオートモービルに引き継がれた。日本では1986年から1997年にかけて輸入、販売されていた。 サーブ9000サーブ90009000は1984年5月24日にサーブの新しいフラッグシップモデルとしてデビューした。当初は5ドアハッチバックのみであったが、あとに4ドアセダンが追加された。当時、新車種の開発資金が薄かったサーブは、イタリアのフィアットと共同開発をすることになる。これが有名なティーポ4プロジェクトである。 さらにこれにフィアットグループのアルファロメオが加わり、9000の他に、アルファロメオ164、フィアットクロマ、ランチやテーマといった、姉妹車が誕生した。姉妹車とされるものの、9000は、フィアットグループの他の3社とは、外観や内装、メカニカルなどサインが多かった。なおこの共同プロジェクトでサーブは、エアコンの開発を担当している。なお、9000に関しては、 サーブ車の特徴の一つであるセンターコンソール上のキーシリンダーは採用されず通常の位置に設置されている。後継車は1997年に発表された9から5である。本国では1998年モデルまで9から5と並行して販売されたがアメリカや日本では1997年モデルで打ち切りとなった。 日本に輸入された0線は大きく分けて3機に分けることができる。前期型では2リットルエンジンのみの展開。ヘッドライトとフロントグリルがフロントバンパーに対してほぼ垂直に配置されている。中期型では2.3リットルエンジンが追加され、初期型とほぼ同じ衣装ながらヘッドライトとフロント。スポーツハッチバックのタラテガと同じくハッチバックの CS が追加された。 この頃にサーブは GM 参加となった。後期型ではわずか2年で消滅したタラデガに代わってエアロ上級仕様のグリフィンが追加された。フロントマスクは3種類あり、厚いグリルが俗に CD ガン、薄いグリルが同じく CS ガンと呼ばれる。CD ガンはタラデガや1994年式までの CD グリフィンに CS ガンはそれ以降の CD グリフィンと CS エアロに装着される。日本での販売台数はあまり貫らしくなく、中でも MT 車は特に希少。1989年に9センターボ16、CD が630万円。で、当時のシーマやセルシオより高価であった。モデルライフ後半ではグレードも細分化され、 約380万円の廉価グレードを設定するも、ライバル車に比して、モデルライフの長さに起因する設計の古さが目立った。外国車ガイドブック 1989P215。ありがとうございます。